皆さんはいかが挑戦をし、はい、いかな失敗をしてますでしょうかと、はい、今日紹介させていただくのが、うん、まあこちらスピリチュアルズ立花明さんの本なんですけど、これはあのビッグファイブの本ですと言いながら協調性のところを2つに分けたりして、大まかに言うとビッグエイト、8個のなんか成功の要因は8個あるよねみたいなので紹介している本なんですけど、紹介させていただくのが成功失敗するパーソナリティというところなんですね。で、まあ、今回そのお話をしたのもその、はい、お父さん役が今回その舞い上がれが高橋克典さんがあれが失敗する外見ですかと関係ないですけどねキャラ的にキャラ設定が間違ってんじゃないかって違う何て言うんだろう高橋克典さんが出てる時点で、いやこのパパは成功するって失敗しないだろうみたいな雰囲気ありませんはいはいはい成功が見えちゃってる感じ今失敗してるって言うけどあ結局成功しそうだ なんかあの高橋克典さん の, あのシャキッとした感じで、はい、あの堪忍してください、はいはいはい、みたいな雰囲気で、うん、社長です挑戦してます、うん、なキャラだと、うん、もうなんかうまくいく感じがするじゃないですか、うんうん、パパの会社潰れちまったで、うん、最初からうまくいきそうな感じはしますけどねですよねでその、うん、マインちゃんの友達の女の子が小学校の友達がいたんですけど、うんうん、その子のお父さんもパパも最近元気ないんだって言って、うん、失業中なの、うんうん、っていうお父さん役が、うん、ちょっと名前がパッと出てこないんですけど、うん、フジテレビのドラマで SP ってあったじゃないですか、はいはいはい、SP で、うん、岡田くんいます岡田くんいますあの綺麗な お姉さんいます、はい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 、でもう一人あのかっこいいサクセスの人いるじゃないですか、はい、どういう名前でしたっけあれもう名前が全然出てこない僕もそのかっこいい上司がいましたはいはいはいでもう一人なんかなくわかりますあのちょっと天然パーマの、はい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 、ちょっと体型もぽっちゃりしたプーさん体型の、はいはい、あのお父さんなんですよ、はいはい、で失業中なんですよ、うんうんうん、もうピンとくるじゃないですか、うん、でなんて言うんだろう社会はそれぐらい残酷っていうことなんですよね、はい、見た目で結構な感じなんです、はい、ほらこの見た目見てくださいよこの見た目これでも別に関係ないですからねこの見た目見てこの見た目リアルは社長ですよ社長ですよね社長だけど、はい、肩書きは社長ですはい、はい、肩書き聞いてください肩書きは平社員です、はい、ここなんですよもう残酷で今日紹介させていただくのがこの、まあ、タイトル、はい、成功失敗するパーソナリティとつけたんですけど、うん、紹介させていただきます立花明さんのスピリチュアルズ、はい、ここまでスピリチュアルの構造を解き明かすパーソナリティ心理学のパラダイムを、まあ、この本で紹介されていますとでこれまでこの動画でも外向的内向的、楽観的悲観的、うん、同調性、うん、共感力、うん、堅実性、うん、で経験への開放性、うん、っていうのをやってきたんですね、はいただ基本スピリあのビッグファイブは外向内向と楽観悲観、うん、協調性でしたよね協調性、はい、堅実性、うん、経験への開放性なんですね、はい、の5個が、うんビッグファイブ大きな、はい、大元は大元、はい、でこれで大体人間の特性って分けられるよね、うん、っていうのがそうなんですけど、はい、してきたんですがこれは単なる第一歩で、はいこの新しい世界観に基づいて心理学や精神医学だけでなく社会学や政治いろんなこの宗教とか、はい、いろんなのをギュッてやるとブレイクスルーが生まれるはずだと、うん、いろんな知見を集めればね、うん、でこの本で、うんまあ、紹介したのは、うん、スピリチュアルのビッグエイトとして、うん、外向内向、うん、楽観悲観、うん、同調性共感力堅実性経験の開放性までやったんですけど、はい、そこに7知能、はい、8外見、うん、外見、はい、でパーソナリティがばらつくのは、うん、人が生まれてきた環境が、うんまあ、社会ですねがとてつもなく複雑だからだと、うん、そこでは生存と生殖の効率を最適化する戦略が一つに決まらず、うんうん、あちこちでいろんなこのトレードオフがあると、はいはい怖い
もう僕は自分をうまく生かしてきたんだろうか、うん、あのね、はい、やめよう、やっぱりやめよう、はい、愚痴しか出ない。これによってどのような環境でも誰もが生き残れるよう生き方の傾向が正規分布するようになったと、はい、要は、まあ、この本一番初めにも申し上げたんですけど、はい、この本の目的としては、うん、このなんていうんだろう、もう我々ってドラクエじゃないですか。ドラクエです。ドラクエですよ、はい、王様はいないけど、はいはい、ポンって落とされて、はい、生き残れって言われるんですよ、はいはい、ドラゴンもいますよ、うん、はい、の中で、まあ、この自分というキャラクターをね、うん、まあ、名前はつけることはできませんだ、線が、はいはい、まあ、名前がつけられ、うんうん、勇者二等兵よと、はい、生き残れ、うん、って言われた中で、うん、どうキャラ付けして、うん、どうなんて言うんだろう、自分を生かしてね、はい、生き残っていこうかっていうのを図りましょうねっていう本なんですね、うん、っていうところで今日紹介させていただくのは、うん、成功失敗するパーソナリティですけど、まあ、小タイトルとして今一番初めに出てくるのが美しい子供という不都合な事実と、はいはい、外交的内向的と楽観的悲観的は進化の中でも最も古い、哺乳類や鳥類をはじめ多くの動物でパーソナリティの個体差が観察されていると。で、同調性、共感力、堅実性は高社会性のパーソナリティ、向かう社会性、要は社会にどう向かうかっていう社会性のパーソナリティで、言語を獲得した人が親密で複雑なこの評判社会、うん、評判社会、評判社会、特に今はもう評判がお金になる時代ですからね、うん、はい、岡田斗司夫さんも予見されてましたが、はい、評価経済、うん、はい、共感でこの評判社会を形成したことで急速に発展したと、はい、この同調性、共感力、堅実性がですね、うんうんうん、で共感力っていうものには明らかな性差、性による差があって、堅実性は平均が同じでも女性に比べて男性の方が分散が大きいと。堅実性は分散しているんですね、うんうん、男性の方が平均はまあ似たようなもん、似たようなもんだけど、うん、上から下までいる、はい、女性はある程度この高いところでキュッてまとまってる、うんうんうん、真ん中、真ん中ぐらいのところに40から60みたいな、はい、男性は80から20みたいな、20ぐらいまでサイコパスも多分男性の方が多いでしょうね、はいはい、で同調性は人の本性だが、うん、平和で安定した社会ではばらつきが生じると、うん、で経験への開放性は進化の中でも最も新しいパーソナリティで、うん、美や芸術、うん、文化の誕生に関係している可能性がある、うん、でビッグファイブのこのなんでなの、ビッグファイブって人の特性じゃないですか、うんうん、の中で、うん、知能が除外されているのは、はい、この知識社会においてその影響力がとてつもなく大きいからだろうと、うん、知能に関しては男女で平均は同じだが、うん、ここでもまた分散は男の方が大きいと、うんうん、いや極端に知能が高いものと極端に低いものはまたやっぱり男性の方が多いと、女性の方が平均は高そう、ね、高いって言いますもんね、はい、特にこの医学部とか、うんうんうん、そういうところだとみんなまとめてそこそこできる、あの女性や、はい、なんて言うんだろう、いや女性の方が平均点が高く設定されてたんでしたっけ、いや男性の方が受かりやすくなってたっていうのがあまり問題になったんですけど、いやそうでもしないと女性ばっかになってしまうっていうので、そのなんか問題がありましたよね、はいはい、ただ医学的にはなんかその、うん、男性の方がその体力的にこうあれですとか、社畜が欲しいんですか、そう、ではもうバリバリ働くやつが欲しい時にっていうはい、はいはい、っていうのが問題になりましたね、はい、で男性は空間把握能力、はい、数字と論理的知能に優れ、うん、女性は言語的能力に優れているという性差が、うん、まあ、批判はあるものの、はい、多くの研究で示されていると、うんうん、外見、うん、は疑いなくパーソナリティに大きな影響を与えている、うん、が自尊心との関係以外はほとんど研究の対象になっておらず、うん、心理学における暗黒大陸と化していると、うんうん、かっこ魅力的な外見を持つ者は自尊心も高い、どう思いますか、まあ、低くはないです
今案に認めましたね今。低くはないです。やっぱりね僕ね、うん、小学校の時に、うん、おデブちゃんだったんですよ、うんうん、でやっぱりこのおデブちゃんだと、うん、姉二人年の離れた、はいはいうん、そこでもうかなりバカにされるんですね姉に、うん、でそこでもう植え付けられるんですよ、うん、お前は劣ったものだっていう、うんうん、ところで多分そこでもう多分自尊心がズタズタになってるんですね、うんうん、痩せてたら全然違ったかもしれないですよね痩せてて、うん、そうですね、うん、痩せてたら全然違ったかもしれません違う人生だったかもしれない全然そうなんですよ、はい、またね親がおデブなので、はい、結局やっぱ同じものを食べると、うん、あこれ無口ですやめましょう、はい、で外形の違いを扱った数少ない研究では魅力とパーソナリティの関係についてこう書かれていると。あ、またこの外見っていうのがパーソナリティに大きな影響を与えているはずなのに、うん、そのあまり研究の対象になっていないのは、うん、外見が現代社会において極めて大きな価値を持つにもかかわらず、うん、その分布が不均衡なため、うん、研究者がテーマとして取り上げるのを躊躇しているからではないだろうかと。まあ、そんな感じはしますよね。盾食う虫もありますしね。うん、そうだからまあなんか関係してそうな感じだけど、はい、研究してもそれがもうバッチリ当てはまらなさそうな部分でもあるじゃないですか。まあ、あの、うん、外見良くて自尊心が低いっていう人もいるしっていうことですか。いるし、うん、しなんか、まあ、外見高い方が自尊心が高くて成功しやすいみたいな、はい、理論があったとして、はい、まあ、必ずしもそうじゃない人も結構いそうだなみたいな。なるほど、うん、ただ、まあ、少ないけど数少ないその研究ではこう言われていると、うん、見た目の美しい子どもたちの4分の3がうまく環境に適応でき、うん、人に好かれ、うん、優秀だとみなされるが、うん、見た目の冴えない子どもたちでは、うん、その割合は4分の1に過ぎないと、うん、顔立ちの良い子どもたちはそうでない子どもに比べて好意的な扱いを受け、うん、人気も高く、うん、実際に頭もいい、うん、この頭が良くなるという効果については、うん、美しさと頭脳の関連を示す具体的な事実も根拠もないとして疑問視されることが非常に多かった、うんうん、しかしこの説の論破を試みたものさえ含む全ての調査が、うん、美しさと知能につながりがあると明らかにしていると、うん、11歳の子を対象とした異国の調査は、うん、その関連性を否定するために実施されたものなのに、うん、要は美しさと頭の良さは関連してないっていうのを証明しよう、うん、研究するぞってしたのに、うん、結果的には美しいものは頭がいいっていう、なんていうんだろう、割合が高いっていうのを示してしまった、うんうん、泣いていいですよ皆さん泣く時間です、まあ、多分これ自尊心が関係してるんだと思うんですよ。あと僕が思うに、うん、顔ってやっぱ遺伝じゃないですか、はいはい、でなんかそのやっぱりいい遺伝子同士がずっとここで組み合わさっていくわけですよね。太古の時からこうやってずっと、うん、そうなってくとやっぱりこのそうなってくよねって。でもこう美的感覚は違いますからね今と昔では。まあ美的感覚は違うって、うん、まあただ太った人がモテる時代とかもあるじゃないですか。それはね昔は結構そうじゃないですか。ただ、うん、やっぱり美醜が、はいはい、残酷な話、うん、やっぱりいい遺伝子を獲得していく。でも多分そこは僕逆にあんまり関係ないんじゃないかな。あ、そうですか。結局勉強できるかできないか、勉強したかどうかですからね。っていうと、うん、親が勉強してる、うん、親が勉強する、うんうんうん、人かどうかっていうことじゃないですか。そうです。だと人が、親が頭がいいかって話になるじゃないですか。親が、あ、だからお金持ちの方が賢い子が多いってデータがあるじゃないですか、はい、だからまあ多分学習をちゃんとされるんですよっていうことは、やっぱりゆとりがあるから親が勉強してたんですよ、うん、で親が勉強して勉強した方が有利だよって分かってるから勉強しなさいっていうわけじゃないですか、うん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 、だとやっぱりその遺伝子がずっとこうやって続いてきてるんだろうなと思ってるんですね、うん、でもこうバカなイケメンもいるじゃないですか、いっぱい。でそこはこの例えば高校、はい、新学校あって普通の高校あって、はい、一番下の高校、はい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 、イケメン度合いは多分そんな変わらない気はするんですよ。あ、どこにでもいるっていうことですね。そう、底辺校はブサイクばっかりじゃない、
あ、確かにそれは進学校はイケメンばっかりでもない、確かに、じゃないですか。確かに確かに。だから遺伝的っていうよりは多分肯定的にこういい扱いを受けるイケメンの方が、はいはいはい、だからこう環境が整っていくみたいな感じなんじゃないかなって。なるほど。あなたはできるよねって言われればできる気になるじゃないですか。確かに、はい、で、うん、経済格差ばかりが、あ、ごめんなさいね、イケメンの方が儲かってるかもしれない、はい、ごめんなさい、経済格差ばかりが大きく取り上げられるが、思春期以降の若者にとって死活的に重要なのは、はい、給料が数万円、時給が数百円多いかではなく、はい、性愛を獲得できるかどうかの、うん、モテひもての格差だろうと、うん、その通りその通り、はい、そうなんですよ、ビリノさん、そうなんです。僕は18から大学生の頃は暗黒の時代を夜のネオン街で過ごしてました。二等兵がなんかそういうモテないモテないアピールするけど、はいはい、多分今こう痩せた姿があるから、はい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 、多分そんなことないよって思ってる人が多いんじゃないかな、ね、なるほど。僕は、まあ、あの大学卒業したあたりの時はまあ90キロありましたからね、はいはい、で自称モテなかった時期をずっと過ごしてきたみたいな、子供の時から。あのね、そう小学校5年の時ぐらいちょっと持ってた時があるんですけど、はいはいはい、そんなんへじゃなくクソじゃないですか、そんな小学校で持ってたなんて、はいはい、でモテないアピールをしてるって感じです、二等兵が実際にモテなかったと思ってます、はい、あの太ってたのでっていう、デブだけが理由じゃないです。あ、もうなんて言うんだろう、うん、もう相手にされない時点で性格がひん曲がっていくじゃないですか、うん、あ、だからそういうところなんじゃないですか、うん、っていう話です。そうだからね、うん、見た目、要はそういうやつって大体、うん、女性は中身で見てくれないって言うんですけど、うん、嘘です、あれは。だから あれですよ、子供モテようとしたら、はい、過食しようとしたら、はい、まずこう見た目から整えていったらいいんですよ。あ、それはあるかもしれないっていうのが今日わかるかもしれないですね、はいはい、アメリカの大学生を被験者にしたお見合い実験では、うん、モテるかどうかは、はい、うん、外見の魅力がすべて、はい、で、うん、男らしさ、うん、女らしさを含む性格も成績がいいか悪いかも、うん、モテるかどうかには関係なかったと、うんうんうん、残念残念です、はい、で女性の写真を使った日本の実験でも、うん、デートに誘いたい、恋人にしたい、はい、理由は、うん、残念、美しさが飛び抜けて多かった、うんうん、要は何て言うんだろう、まあ、わかんないですけど、その実験見てないのでわかんないんですけど、はいはい、うん、そのなんか奈良女子だよ出ましたっていう才女よりも、はい、中卒の可愛い子の方がデートがしたいと思われるんですよ。まあそうかも、東大卒の女性よりも、はい、綾瀬はるか、あみたいな話ですよね。あ、なるほど、はい、残酷です、うん、で日本社会では大きな問題になっている引きこもりは生きてますね、ひも手の問題だが、うん、この不都合な事実には誰も触れようとしないと。まあ、触れたらすごい叩かれそうですもんね。あのね、でもね、でしょうねと思います、うん、だから多分整えたらいいんですよ、まず。そうなん、うん、まあ、それは我々の動画でもずっと言ってますよね、ずっと言ってます、はい、で、うん、僕もそれは心当たりがあります、うんうんうん、もう大学の時は本当にあのだから今結構痩せて、はい、なんかみんなから言われるじゃないですか、今日おしゃれですねとか、あ、うん、言われるじゃないですか、残念ながら、はい、でそれがこう太ってた時は言われなかったみたいな話です、ね、ただこれもね、30ぐらいで、うん、26ぐらいから僕の持論だと、うん、女性がある程度なんかその、うん、面白いとか、うん、そういうとこを見てくれるようになると思ってるので、うんうんうん、なんか30ぐらいで若干なんか上昇する時があったんですけど、はいはい、本当にこの20歳ぐらい、このやっぱ一番このなんて言うんだろう、うん、リビドーが高まる時、はいはいはい、あの、うん、もう生産量が一番高い時、はい、男性のあれが、はい、うん、その時にこじ出してるので、うんうん、もう一歩で引きこもりですよ僕は、うんうん、危なかったです、うん、問題はひも手です、はい、わかります、はい、でこれらパーソナリティは超大な進化の過程で発達したもので、遺伝学、脳神経科学、大脳生理学によってかなりの程度まで説明できると、はい、環境決定論の残酷な差別というタイトルがあり、うん、
うちが半分育ちが半分と言われるように、うん、遺伝と環境の相互作用によって一人一人のパーソナリティが作られていくと、うん、あもう残酷ですよね本当に、うん、あの今皆さんの自尊心が高い人は、うん、あの感謝した方がいいです、うん、マジ感謝した方がいいです母ちゃんにマジ感謝ですあ僕もまあ健康っていう意味では感謝なんですけどね、はい、まあ、でも二等兵は痩せてたら多分全然違う人生だったじゃないかなと思いますけどね、うん、分かんないです、うん、はい、もう本当に子供の時からシュッとしてシュッとしてたかったですね、シュッとしてたかったですね、はい、多分全然違うんじゃないかなと思います。昭和49年生まれなんですけど、はいはい、結構社会的に残酷な時代なので、うん、はい、小学校の時に一定以上の肥満だと、うん、頑張りクラブっていうのに入れられるんですね、はい、そういうのがあるんですよ小学校の時に。楽園を押されるみたいな。そうで頑張りクラブっていうのは、うん、給食が終わると、はい、みんながこの休憩時間の時に縄跳びをさせられるんです、うんうん、運動せよ。そうみんなが遊んでる時に一角に集められて縄跳びさせられるんですよ、うんうん、デブが集められて、うん、でこう見ら言われるんですよね。そうですよ、頑張りクラブって言われるんですよ頑張れってどう思います、この昭和の50年代の小学校、はいはい、すいません愚痴ばっかになっちゃいましたね、すいません。